you. Hello, sir. You, yeah. You got the word blue. Another way, blue, blue, sky blue. Yeah. Yeah, I like you. Wow. Malaki na pala yung bata dun sa gatas. Hey, Shinobu-san. I've just had a call from Noda-san. And say, you're safe, and you can come home now. You can go back to Japan. I guess it's all fucking over, Shinobu-san. Oh, yeah. すぐ忍が帰ってきます。貝原組のやつら狙ってる。大丈夫です。手打ちは済んだんです。やつらに手出しはできません。手打ちなど俺が死ねば平気で保護にする奴らだ。やめてください。親父にはまだ頑張っていただかないと。俺の言うことは絶対か。ガキの頃に拾っていただいた上、弁護士資格を取れたのも親父のおかげです。俺、親父のためなら死ねますから、いつでも使ってください。お前はヤクザに向かねえな。お前が男だったらな。何をおっしゃるんです。飼いの子も男だったらいいな。そろそろ頭について話しておきたい。親父、全ては遺言状に残した。しかしもしもの時はお前が決めろ。女は出てますね。姉さん、あんた妊娠してんの？覗いてらしたんですか？見つけたんだろ。
金探してったんだら出せや。違うから、金なんて探してないから。遺言状は？お父さんの遺言状。遺言なんちゃらより金出せや、ね、お父さん死んだらどうすんの。お親父はまだ死なねえよ。今はね、でも長くない。何言ってんだてめえ。死んだら後目は誰が継ぐの。俺が継ぐに決まってんだろ。忍はあいつは愛人の息子だぞ。俺の死んだ袋が本妻なんだよ。俺が継ぐに決まってんだろうが。忍が帰ってくんのよ。組には忍に加担してるバカも多いの。あんたが跡目だってことを遺言状を見て確認しときたいの。それが妻の役目ってもんでしょ。見つけたのかそれでなあ。ああ、だから今探してんじゃない。それで昨日は誰といたの？ああ、兄貴。頭、うん、帰ってきたよ。あれ、はい、忍。藤森の野郎、うっせえな。あいつ相変わらずですか。うん、あいつはな、どっかに憎めない。お前を慕うあいつがいつも気になるんだ。それより兄貴、俺はどうして日本に帰れるようになったんですか。え、いや、やつらの頭取ったんです。俺は一生フィリピンで骨を詰める覚悟をしてたんですが。手打ちだ。よう貝原組のやつら手打ち飲みましたね。その話なんだけど。ふくろ。帰りなさい。ただいま帰りました。あったりねえだろ。あ、10人は用意しときゃ。10人。ああ、おまんこ濡れたの頼むぞ。ああ、六本木行くぞ。今夜は忍兄さんの帰国祝いだ。すいません、今夜先約があるんです。ねえよ。おい頭、そりゃショックなのもわかるけどよ。頭、あ、未練持っても仕方ねえだろうが。まさみも今頃貝原の組長のボコチンペロペロしてんだからよ。なんだよ、言ってねえのか。すまねえ。バカ野郎。どういうことですか。さっきの手打ちの話だよ。
よく貝原組が納得したってお前も言ってただろ。じゃあまさか餌にしたんすか。向こうの組長が正美にほの字だったのはお前も知ってんだろ。俺反対したんですよ。でも正美が自分から貝原の女になるって。しのぶ、ちょっとすいません。マサミはどこだ。なんだどうした。消えたんだよ。マサミが消えた。マサミはどこだ。マサミが消えたとなりゃ、ああ、手打ちは全て王になる。待て、マサミさんのことは知らねえ。おリリエ、どうした。今日も来てくれますか。当たり前だろ。おめえに悪いけどよ、関係なくおまんこしに行くからよ。あけみさん知ってるの。え、妊娠よ。もう20年くらい前になりますかね。忍兄さんの手を引いて突然うちにやってきたの。散々死んだおふくろを苦しめたあんたに言われたくねえな。あ、健也君帰ってきたな。そうですか。私が邪魔者なの分かってるわよ。そんなことはね、忍兄さんを産んだ功績は評価されてるでしょう。そのおかげで姉さんみたいなゆるまんでもここにいられるんだから。上に上に行く。兄貴を解放しろや。貝原組か。手離せ。ガキ殺すぞ。俺なりでガキ殺すぞ。おい、お前ら貝原組か。おい、ガキの頭に下がって続けろ。早く離せ。貝原組が。はい。あ、ビビっちゃったか。ごめんな、うるさくて話できなかったからよ。お前話できんだろ。呼吸が。おっちゃん、おけが。なかった？いや、それ。ほら。入るわよ。おい、護衛しろ。どう
それは、あの…てめえは子供の送り迎えもろくにできねえのか。本当にすみませんでした。ざっけんな、ボケ。ほら、しのぶ兄さんは…やっちまった。手打ちは済んだはずでしょう。まさみさんが消えたんです。あ、何の話だ。まさみさんがカイバル組から姿を消したらしいんです。どこの情報だ。カイバル組の若手です。まさみが消えたことを理由に手打ち保護にするつもりか。多分。車出せ。え、どこ行くんです。カイバル組の奴らはまさみがこっちに出戻りしたと思ってる。俺たちは関係ねえってことは伝えねえと。いやいや、一人はやってるわけだし。二階堂に仲介を頼んでみる。兄貴がいなくなったら誰が組み回すの。忍がいる。大丈夫だ。車の準備できました。行くぞ。忍、忍、忍、忍。兄貴、やっぱ兄貴しかいないっすよ、兄貴。二階堂、すまねえ。貝原組の奴らが躍起になってる。お前ら本当にマサミ拉致したのか。せっかくの定置保護にしてよ。お前ら何のとかね。うちは拉致なんてしてねえ。勘違いなんだよ。それ本当か。忍が帰ってきたこのタイミングで消えてんだ。忍がマサミ連れ出したとしか思えねえ。忍はな、組危険にさらしてまで自分の顔を通すような男じゃねえんだ。特にな、女と組天秤にかけるような男じゃねえんだよ。忍がてめえの女拉致ったんだよ。だから、それは事実じゃねえよ、勘違いなんだ。違う。それで丸く収まるって話してんだろうが。忍やつらに刺したすべすべて終わりだ。そもそも忍がやつらの頭やっちまってこうなってんだろ。だからお前の力で貝原組の組長を説得してくれって頼んでんだろうが。マサミの失踪とうちの組は無関係だ。お前の言葉だったら奴らも信じる。まあ時間は稼げるがよ、その間にマサミ見つかんねえと結局矛先はお前らに向くぞ。分かった、マサミは何とか見つける。でもよ、今日の貝原組の若衆どうすんだよ。忍がやっちまったんだろ。一人だけだ。向こうが先に襲ってきた正当防衛だろ。それでもやっちまった落とし前どうすんだよ。かなりの用意しねえと。俺も極道の人間だ。所詮は組の顧問弁護士だ。ヤクザの家で育っても所詮は弁護士。これで落とし前だ。お前の力で収めてくれ。わかった。貝原組のやつは俺が落ち着かせる。マサミに関しては時間稼ぐ。その間に何とかしろ。マサミはどこだ。ふざけんな、それはこっちのセリフだ。組長の女が一人でただで済まされるわけねえだろ。バカ野郎、
マサミさんはな、忍兄貴の女だ。今うちの親父の女だ。厳密には24時間監視されてるペットだけどな。ペットだ。室内犬だからな、散歩以外は外にも出さねえ箱入りペットや。ただうるせえ犬だよ。いつもうつむいて悩ましげな素振りでいるくせ、親父の部屋入るとあーん声がでかくてよ。俺たちそれで何の線ずれこいたか。ちょっとやめろ。いいか、マサミは自ら手打ちの餌になったんだぞ。そうです。自ら言ったのに逃げ出す様じゃねえ。どうしてわかるんです？そんなこと俺一番わかってる。逃げてないならどこ行ったんですか？行ったんじゃねえ、連れて行かれたんだ。拉致られたってことですか？うん、そうとしか考えられねえ。拉致ってうちの組じゃないっすよ。誰めえだ。うちの組にマサミ拉致して得するやつだよね。じゃあ誰がマサミさんを拉致ったんですか？話は簡単だ。いいか、マサミは貝原組に監禁されてたんだ。そんな状態で拉致れるやつは四六時中マサミを監視してたやつだけだ。そして極道の神器も守れなくなるほどマサミに惚れちまったやつ。待て、俺は確かに毎晩聞いて興奮してた、千鶴こいてた。でも俺は知らない。お前じゃねえ。もう一人一緒に千鶴こいてたやつの名前とやさを教えろ。もう一人しらばっくれんな。お前さっき俺たち何度も千鶴こかしてもらったっつったろうが。お俺たちってな、そいつの名前を教えろ。あんた何やってんの？組長に飲み物をと思いましてね、絞りたてがいいかなって。どう言って。あんた何企んでんの？お父様のお世話は正妻である私の役目。二番は二番らしく日陰にいなさい。でもお父様は私が正妻だと勘違いしてました。ああもちろん修正しておきましたけど、なんか私が AKB にいるアイドルに似てるとかでお父様勘違いしやすいみたいですね。あんたマリコと一緒で ASB よ。ASB 愛人で下げまんな仏頂面。いい、マリコの真似して日陰にいなさい。ただ子供作るところまで真似したらただじゃおかないよ。おい、なんか飲み物くれ。ほらケーキ漬けよ。おい、俺下げ入ってんじゃねえか。はーい、さん。あ、キウイはリラックスできます。カイさんに作りましたから。これやんない。あー、そうこういうの。これからのヤクザはエリートっちやつだからな。酒とパンパンと薬は夜だけ。兄貴？鎮痛剤も打っておきましたから、しばらくは安静にしていてください。お大事に。ありがとう。ダさん、大丈夫なの？忍は。何ですか、忍って。忍に話が。忍の。だ。うるせえ。すいませんね、兄貴。忍が帰ってきた途端、みんながやったら忍言うもんだから。耳障りで。分かったからおい。麻美探せるか。
何の話ですか。麻美を貝原組に戻さねえとな、忍を差し出すことになるんだよ。もうよくないっすか。無理っすよ、麻美探し出すなんて。忍兄さん差し出しましょう。おい、おめえ何ビビってんだよ。違いますよ、はあ、親父にも言われているから。何をリリー、そう、この時期はリリーをいたわれって。何よ、この時期って言ったのよ。この時期はいたわれって何の時期よ。生理。ふざけないで。だいたいリリって名前変でしょ。何人よ。子供はどこの国籍ですか。いやいや、ありえないから、ないから。組長の様子見てくるんで。大丈夫ですか。病院連れてけ。はい。ついてけ。はい。忍ぶ。そうだ、雅美さんの行方が分かりそうで。本当か。兄貴が今向かってます。野田さんにそう伝えてくれって。そうか、失礼します。兄貴、やっぱり忍ぶ兄さんすごいっす。俺兄貴のためなら死ねますから、いつでも使ってください。母親の私人気ないけど、忍は組のアイドルね。姉さん、皮肉はやめてください。親父の調子は。知らないわよ、あの人私の顔なんか見たくないみたいだし。そんなことないでしょ。親父なんてそんな思うよ。あの人死んだら私どうなるの。さっきあの人の寝顔を見てたら、あの顔にタオルを押し付けたくなった。結局あの人最後の最後まで私のこと姫役の席に入れようとしなかったのよ。乙女のことがあるからですよ。あの忍は結局そんな役回りで振り回されるだけ。でもあなたの一存ってどうとでもなる。
愛じゃ組が潰れる。分かってるわよね、野田さんなら。やめましょう。同じ組でない線は一番良くない。それが一番危険なんです。ガイが後目を継げば同じことの繰り返しよ。繰り返し。これから生まれてくるリリーのガキとアケミのガキ、今のシノブとカイと同じことになる。まとめ対決で内輪もめ。でもカイが後目を継がなければそうはならないわ。おい、起きろよ。触んないでよ。誰だ！逃げるぞ。てめえ！まさみ。古いのよね。元彼が未練たっぷりでヒーロー気取りで助けに来るってさ、そういうのやめてくれる。昭和じゃないんだから。バカじゃないの。殺せ。貝原組には戻らないから。みんな死ねばいい。戦争よ。